気持ち悪いのだ。おいおい、いわゆるミイラというやつか。ミイラ。クレア、触ったらダメなのだ。危ないのだ。おい。大げさだアル、いちいち騒ぐな。こいつはすでに死んでいるし、トラップが仕掛けられている感じもない。まあ大丈夫だろう。体の大きさや髪、服装からして成人男性といったところか。職業も不詳と。見事にカラッカラだね。一応聞くけど、リリー、これ王宮の人？いいえ、違います。ミイラなんて初めて見たぞ。私も。雪山や渓谷などでたびたび発見されるらしいが、実際に目にするのは私もこれが初めてだな。それにしても、この男の格好は何だ？見たことがないな。面白い服着てるよね。どこかの民族衣装かな。大丈夫か？はい。でも、あの格好って、間違いなく俺たちの世界の人間だろうな。ファンタジー RPG といえばミイラなんて定番だから、大して驚くようなもんじゃないんだが、ゲーム内にはいないはずの人間のミイラとなれば話は別だ。また現実の世界のものがここに飛ばされてきてるってことですよね。まさか人の亡骸まで。ああ、そうだな。亡くなってから飛ばされてきたでしょうか。どうだろうな。ここに来てミイラになったのか、最初から死体だったのか。魚やカエルの死骸ならまだしも、さすがにきついな。エニグマ、よく平気でこんなの見てられるな。別に平気ってわけじゃない。人が死んでるんだからな。クマさん。どうした、ルシル。手なんか広げて。クマさん、抱っこしてあげる。ああ、そういうことか。サンキュー、ルシル。気持ちだけありがたくもらっとく。クマさん、元気ない。無理しないで。ルシルにはそう見えんのか。心配させて悪かったな。俺は大丈夫だ。人が死んでるのに辛くないわけない。リリーは平気かもしれないけど、ルシル、ルーデンスのリプカの虐殺事件、それは傷が深いよね。ルシル、ルーデンスのことをまだ怒っているのですか？あんな奴らに協力しろって、人殺しの一味に。リリーは頭おかしいの？ルシル、言葉が悪いよ。構いません、彼女の気持ちもわからなくはありませんから。ですが、私は一国の王女として義務を果たさなければなりません。どんなに辛くても、感情に流されて目標が達成できないのでは、その行動は無意味です。あなたのそういうところが大嫌い。困ったな。口を挟む隙がない。下手に口を出すと余計こじれそうだ。ここは黙っていた方がいいかもしれない。二人とも落ち着いて。ご心配なく、私は冷静です。ルシル、赤の他人同士どうしたって相入れない。意見の相違というのはあるものだ。それを常にぶつかり合っていては疲れてしまう。多少の我慢は必要だと思うぞ。あんな目にあったんだもの。ルシルの悲しいとか悔しいって気持ち、全部が理解できるなんて簡単に言えないけど、できれば
自分で思い詰めて、これ以上は深く傷つかないでほしいって思ってるよ。アルモ、アルモ。リリーもな。お前の考え方も普通に正しいと思うよ。ただそのルシルの気持ちわかるのなら、もうちょっとだけ優しくというか、二人ともお互いに歩み寄って最善の折衷案を出そうぜ。歩み寄れません。リリー、私は王女として常に最良の道を選び、民を導いていかなければなりません。エニグマの言っていることを理解できないわけではありませんが、個人的な感情よりも果たすべき役割があるのも分かっていただきたいのです。ああ、うん、そうだな。こりゃ一筋縄じゃいかないな。やっぱり無理。シル、うん、よし、とりあえず先に進もう。明日解ける問題を今解くな、バイセリカ。でもこの人はどうするの？かわいそうだけど、ここに置いていくしかないかな。弔ってあげたいけど、王宮内だし、マーターズだらけだしね。わかった。優しいな、ルシル。なあ、下ろしてもらっていいか？うん。セリカのおかげで落ち着いたが、ルシルとリリーのことは気をつけた方が良さそうだな。やれやれ、先が思いやられる。イズナさんを誘拐して暴行したウサギを社長と私で追い続けていたのですが、彼らの正体が見えてきました。共同合資会社アファシス、アグル社のニュースページにもよく記事を掲載している会社です。アファシス、まさか。来る人類の破滅、古文書の内容を信じ込んでいて、滅びを防いで導きを得るために錬金術の時代から神を下ろそうと本気で考えてきた連中だよ。まさかウサギの連中があのアファシス教団だったなんて。確かなんですか？はい、以前ウサギに監禁されたミズナさんを救出に向かった際に、現場の外に止まっていた黒塗りの車に念のため GPS を取り付けておいたのですが、後日追跡したところ、競輪新都心にある湾岸沿いの廃棄された倉庫に止まっていました。その倉庫はアファシスの系列会社のものです。巧妙に関連を隠していますが、うちの社長にかかれば裸んぼ同然、バレバレです。怖いやつらなの？怖いというか、根が深いというか、相当古くからある結社だよ。錬金術に傾倒して異常な研究を続けた結果、うっかり科学の発展にも寄与してたりするからね。相当な体力と資金力のある集団なのは確かよ。その通りです、時和さん。アファシスはアグル社が設立される際に巨額の出資を行っていました。ん？そうなの？はい、徹底的に調べました。アファシスはアグルの母体と言ってもいいでしょう。結社幹部の名前がアグルの各部署に散見されます。ハードウェアに OS、 世界規模で IT のインフラを独占してるアグル社が秘密結社の紐付きだって。私も驚きました。察知できていればア
グル社などと提携してアリスコードの開発に着手しようなんて考えなかったのに。社長からメールだ。なんて？ごめんだって。ああ。あのリンさん、あの人どっかでここ見てるんですかね。ブロック社長は社員のプライバシーを大事にしています。はい。では私はこれで、もう少しアグルを調べてきます。リンちゃん、リディアもついてく。今日はダメです。アグルでリストラ被害に遭った元社員の方に話を聞きに伺うため隠密行動ですもので。つまんなそう。お任せ。はい。社長の件、答えになってないんだけどな。まあいいか。いや、しかしリンさんは聡明だね。アグルに恨みのある元社員から情報を引き出して攻め手を模索するだなんて。ですよね。あれ、そういえばナッツも元社員。リンさんに有用なソースを引き出せる相手として認識されていな。僕の場合は円満退社だったからね。ちょっとやめてくれる？そんなこと言うの。はい。で、時は新しい現実オブジェクトだ。知恵貸してくれ。ん？どれ？大丈夫だよ。ナッツーがいい人だってみんな知ってるから。哀れみはいい。僕は仕事に行く。行ってらっしゃい。気をつけてくださいね。本当危ないんで。うん、ありがとう。ついでに今日アグルの近くに行くから、前の上司に面会できないか。僕ももう一度アタックしてくるよ。ぜひお願いします。できる人。乗せやすい人だよね。優しい人なのは間違いない。検索しまくっても特に真理のかけらっぽいものにはぶつからないわね。てかミイラもまた範囲が広いから、エジプトあたりまで遡ると膨大な検索結果が出てくるけど絞れる気がしないよ。だよな。いかにもオカルトだからまた何かわかるかと思ったんだけど。怖っ。ん？何リディア。テレビニュースめっちゃ怖いのやってんの。ニュース？相模市の路上で全身の血液を失った状態で倒れていた女性が発見されました。女性は地域住民の通報ですぐに病院に運ばれましたが、間もなく死亡が確認されました。なお相模市では同様の変死事件がこの数週間に多発しており、女性は何らかの事件に巻き込まれた可能性があるとして捜査が進められています。やめてよ、怖いな。もうどういう原理？どうしてこんなにこの町でオカルトが頻発してるわけ？リディアも血抜かれたらどうしよう！ねえ、アラタ、ミイラってツタンカーメンとか先時代的なものじゃなくてこれじゃないの？現場もすぐ近くだしな。調べてみるか。二人はここで待っててくれ。シーナを頼む。わかった。気をつけてね。下がれ下がれ、見せ物じゃねえんだ。勝手に写真撮ってんじゃねえ。ひずみ刑事だ。
次へと頭のおかしい事件ばかり起こりやって、どうなってんだこの町は。それにしても結構な警官の動員数だな。立ち入り禁止テープの向こうに入りたいけど、見張りが常に立ってて邪魔だ。どうしたらいい？うわっ！なんだ？発砲音。集まれ！物音は裏だ。銃か？不明だ。爆発物かも。警戒！周りの一般人を退避させろ。誘導する。何の音だか気になるけど、チャンスだ。見張りが家の裏に集まっていったぞ。何者だお前は。その服装、ウサギ、いやアファシスか。待て。アファシスの団員にしては俺を拘束しようとしなかったの。なぜだろう。一対一では危険だと踏んだのか。あの辺、遺体のあったらしい畳のシミを調べてたように見えたけど、これは文字がある。コードだ。追わないと。どこへ行った。家の中で物音がしたぞ。おい、誰かいるのか。まずい。とにかくここは一度逃げるか。待てよ。変死事件の現場で人の気配って、以前もどこかで感じたことがあるぞ。殺されるぞ、殺されるぞ、殺されるぞ、殺されるぞ。そうだ、日記を調べに行った。北村の住んでいた榊共同アパート、あそこでも誰かの気配を感じたぞ。あの時は人の足音が心霊現象かと思って逃げてきたけど、あそこでも行動を見つけたんだ。仮面の男がいたとしたら目撃情報くらいは聞けるかもしれない。もう一度行ってみようか。あの時はちょうど管理人さんが通りかかって開けてくれたんだよな。どうしました？うわっ！管理人さん。おや、先日取材にいらした方ですね。あ、はい、そうです。実は追加でもう少し取材させていただきたくて。前に俺が来た時の前後で誰か怪しい人物が来なかったですか？
怪しい人物？そうですね、取材に来た方はみんな一癖も二癖も。あなたのことじゃないですよ。いえ、俺以外で。例えば赤い仮面をかぶっているとか。さすがにないですかね。いえ、来ましたよ。確かあなたのすぐ後くらいに黒いフードをかぶっていて。あ、そうそう、困ってるんですよ。本当ですか？困ってるとは。何かの怪しい儀式ですかね。壁に光る変な落書きをして変えられまして、呪文みたいなものですかね。後で気がついてびっくりしました。まあ取り壊すから別にいいんですけどね。見せてください。どこですか？いいですよ、こちらです。だいぶ光が消えていますね。この文字です。もしかして俺が今まで見つけてきたコードの数々は偶然じゃなかったのか？何者なんだ？扉を閉めろ！はっ！はっ！団長、お怪我を。またあつともめ、日に日に強力になっているな。いいかお前たち、王の間だけは死守するんだ。はっ！団長、さあ手当てを。頼む。団長、もういいじゃないですか。この部屋以外もマーターズの入り込んでいない部屋はありません。逃げ出さなかったためにこれだけの死者を出し、一体何のための奮闘ですか？国王陛下が崩御された今、この国を継げるのは王女のリリー・ホープス様ただお一人。姫様は今この世界の呪いを解こうとしておられる。そのために天空都市オデュッセイアを目指されているのだ。実にご立派なことではないか。オデュッセイアなど実在するかもわからないものを団長は信じておられるのですか？おい、団長になんてことを。構わない、お前の気持ちもよくわかるからな。私は姫様を信じて、我らにできることは姫様が戻られるその日まで王宮をお守りすること。それが
我ら騎士団の使命だと考えている。団長のお考えは実に騎士らしくご立派です。ですが私にはもう無理なのです。好きにしろ、強制はしないさ。くっ、待て貴様、それでも誇りあるハーティス騎士団の一員か。行かせてやれ。しかし奴にはエントマに食われ病に伏した妻と小さな子供がいる。こんな世の中だ、家族のそばにいてやるのも責任ある騎士の姿だ。ですがそれならば団長も。私にとってはお前たち騎士も等しく家族だ。家族を守るために国を守る、それが私の騎士道だ。団長、最後までお供します。たとえこの身に何があろうとも。頼むぞ、姫様は我らの希望、何としてもあの方の帰る場所をお守りしよう。はっ、マリア、必ず生きて帰るからな。